はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ナッツです。本日はね、サバイバー側のクローデットを使ってやっていきたいと思います。パークが、きっとやり遂げるセルフケア、共感、希望、きっとやり遂げるがね、救出した後にその人に対しての、治療が約倍速になるっていうパークと、あと共感がね、負傷者の、位置をオーラで見ることができるっていう感じなので、まあ、今回はチェイス系のパークもないので、かなりサポートに徹する感じになると思います。それではやっていきましょう。さあやっていきましょう。ちょっと明るめのマップだね。まあさっきも言ったんですけど、チェイス系のパークがないので、今回はちょっとサポートに徹しようかなと思っておりますので、ちょっと絵的にね、地味なものになってしまうかもしれないんですが、ご了承ください。極力ね、チェイスは避けたい。今回、キラピックですね。そこにジグソーボックスがある。やったぜキラピック好きなんでね、生存側でやるとき特に結構面白くて、ただちょっと周り警戒しとかないと、しゃがんで近づかれるからね、無音で。来てるわ来てるわ。 なんかね、最近ね、やるたびやるたびね、絶対一番最初に来るんですよね、俺のとこ。くそまあとりあえず逃げに徹しますか。一旦逃げて、ちょっと落ち着いてから。たがんでるかな、これ。たがんできてるかな、どうだろう。いや、ピックね、草むらでしゃがまれると、あ、来てねえわ、あっちいるわ。草むらでしゃがまれるとね、全然わかんないんですよね。よく見とかないと。だ、来てる来てる来てる。怖いよね。あ、ここでチェスしましょう、少しだけ。おっと、しゃがんでる。あ、いたいたいた。超えれるね、超えれる。おお、ミスった。ちゃんと見てなかった。まずい、まずいねー。乗り越えてくるか。板ある。あ、やべ、ミスった。ちょっと何してんの俺。ああ、虎バサミつけられちゃった。もうやっぱね、そういうものなんですけど、最近ね、動画撮ってない時に限ってね、すごい熱い試合展開が多いんですよね。30分超えみたいな展開もあったりとか、キラーでね、すごい熱い戦いができたりとかね、そういうのがすごい多いんですよね。悔しいところではありますが。いやー、トラバスにつけられちゃったか。合計で4箇所か。1、2、3、そうだね、4箇所。運ゲーだな。1個目で外せれば結構でかいんだけどな。今1人チェイスしてるっぽいか。いや、そうでもないのかな。あ、3人で直してるか。いやー、実はね、最近、あ、張ってるわ、ここいるわ、全然いるわ。最近ね、犬を飼おうと思って、ペットね、思ってまして、実家でパピオンっていう犬種飼ってるんですけど、もうでもね、10歳、11歳とか、10歳ぐらいか、だと思うんですよね。もうかなりなお年なんですけど、まあ、ちょっとね、今住んでるところでも飼いたいなと思ってて。まあいろいろ今考えてるんですけど、何の犬種にしようか。え、来てるな来てるな。一番の理想はティーカッププードル。ああ、ありがとうございます、ありがとうございます。これがね、もう名前の由来がね、あっちチェイスしてんのか、ありがてえ。名前の通りに、ちっちゃい頃はね、ティーカップに入ってしまうぐらいのサイズ感。やばいよね、ティーカップに入っちゃうんだよっていうぐらいのね、大きさだそうです。で、そういうのってもう超かわいいから欲しいんですけど、まあ大きくなったら、まあさすがにね、もうちょっと大きいんですけど。やった、一発で。ただそういうのって高いから、すごく尋常じゃないぐらいの価格すると思うので、で、次の候補が、やべ、トイプードル、パピオンなんですけど、
ピオン、一番はパピオンがいいかな。あのトイプードルかパピオンかで言うんだったらパピオンかな。ただね、パピオンはね、あの実家でも飼ってた犬なんであれなんですけど、ちょっとね、毛が犬の中ではかなり毛が抜けやすい犬種なので、ちょっと掃除とかがね、他の犬よりもちょっと大変になりがちかもしれないね。だからちょっと今いろいろ悩んで考えてるんですけど、どうしましょうね。パピオンってあれね、あの尻尾の毛長いやつ、結構ね尻尾は伸ばしっぱなしにする犬なんです。あと耳の毛とか、まあ、夏とかはちょっと切ってあげた方が良かったりもするのかな。どうなんだろう。来てる来てる来てる、あっちピクピクしてるから来てねえかと思ったら全然いるじゃん、全然いるじゃん、マジか。全然こっちいるよ。あー、これやばいな。どこで中止しよう。どこの木の板間に合う、間に合うね。次どこだ。ちょっと待って、少しでも時間稼ごう。あー、まずいな、あんま稼げないなここ。いやー、微妙なとこ来ちゃった。ラッキーラッキーラッキー、一瞬見失ってくれた。行くならどこだ、こっちか。ここでなんとか時間稼げないかな。いや、きついな。あー、少しだったらいける。板がないのがきつい。よし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 、間に合え。オッケーオッケーオッケー、頑張ってる頑張ってる。やばいな、もう無理だ。こっち板ある。かなり板使っちゃって申し訳ない。オッケー、頼む、発電機を回してくれ。もう無理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 、もうきつい、もう限界。やばいな。もうちょっと犬の話がしたかった。あ、ごめんごめん、先引っ張っちゃうかも、すまん。いやー、どうするかこれ。あ、巻いた。あ、巻いた。あー、ごめん、先引っ張っちゃった。うーん、もうちょっと引きつけても、引きつけられたかもしれないな、ちょっと申し訳ねえ。発電機あと1個じゃん。いや、今回チェイスする気あんまなかったんだけど、私に吸い込まれるようにピックが来たから、これしょうがないね。とりあえずセルフケア便利ね。あのクローゼット育てて初めてセルフケア使ったんですけど、あまりにも便利だから、とりあえずこのセルフケアをあの誰でもつけれるようにするまで頑張って、そこまでね一旦レベル上げちゃおうかなって思ってるんですけど、あの人起こせ。やべ、ミスった。誰か言ってくれたな。待って待って待って、これ治療してあげないとやばいか。俺なんで今スキルチェックミスったんだろう、焦ったな。どっかに回りかけの発電機とかあるんかな。一回これ回しよう。待って待って待って、この人治療治療治療、傷ついてる人だよねこれ。ゴーデムを破壊してる。ノーワン対策かな。いや、ピックはね、こう後半とかも捕まえてトラバサミつけることで結構時間稼げたりするから、油断ならないんですよね。あ、そこか、ちょっと近い。ごめん、何やってんの俺、スキルチェックしっかりしてマジで。
あれどこ連れてかれるんだろう。あ、あそこもしかして地下ある？あ、地下だったらちょっとやばいな。とりあえず、あ、地下ないか。地下じゃないか。とりあえずドアだけ開けちゃいたいな。でもあの人体力半分か。先に行きますか。ていうかなんか、しゃがんでもうこっち近づいてきてそう。あ、ロリー行ったね。じゃあお任せしますか。怖いぞ。ピックの時めっちゃ周りが気になる。マイケル並みに気になる。ドア開けちゃいましょう。こっち来てたりする。あ、でもこの状況だと張ってるかっていうか目の前張ってあるわ。はい、やこっから逃げ出そう。あ、ナイス。ちょっとあれカバー行くか。ここ1個開けて、あっちの方にも1個ドアあったっけ。あの人今開けてるかもしかして。来てんな、来てんな。あーそこか。あ、逃げれそうじゃない。あっちも。あとは問題はあの人がトラバサミついてるってことだな。どうしよう、うまいこと。とりあえず治療に行ってあげたいんだけど。おい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 、おぶね、ビビった。よく見つかんなかったね、今。さあ、どうするか。いや、もちろん助けには行くけども。まだ外れてないね、トラバサミ。あ、一人治療したか。じゃあこの人をカバーしよう、できるだけ。よしよしよし、肉壁隊肉壁、肉壁。しゃがんでそう。取れる？それで取れたら結構脱出近いよ。ナイス。あ、ごめん、治療しましょう。あ、これはナイスだ。よし、行こう。ゲート近いよ。もう一人大丈夫か？どこにいるんだろう。向こうのゲートかなんかで脱出待ってんのかな。こっち誰か脱出したら出ようみたいな感じかな。よし、じゃあ出ちゃいますか。あ、あ、向こう出たね。よし、行きましょう。お、全員生還。綺麗に行きましたね。ちょっと今日は、予定外ではありましたが、チェイス頑張ったから、これはこれでいいかな。ということで、本日もご視聴、誠にありがとうございます、よかったらね、次回の動画もぜひぜひ見に来てください。お疲れ様でした。